北海道の競馬をもっと熱く楽しく HBC 競馬部よっ。さあ今日はやってきました、この季節お1年に1回ダービースペシャル。もう来ました、採点。いやダービースペシャルです。ようやく今週来ましたね。来ましたね。まあでもそれより何よりちょっと気になるのがね、一番右側でこう、すいません馬がちょっとね、かかり気味の人がいますよ。いや馬が入ってきちゃったんですよ、この競馬、ついに、はい、ということでスペシャルゲストはですね、チャキコンドルパサーさんです。はい、よろしくお願いします。あ、喋った、話すんだ。喋るんです。喋ります。はい、これはもうすごい。ダービーだからスペシャルゲストだから、お馬さんを呼んでみたという最強チーム、最強チーム、そういう回になってます。そして金城アナウンサー、よろしくお願いします。金城アナウンサー、金城マリナです。で、まずそのチャキコンドルパサーさんですけども、簡単にご説明するとですね、はい、人です。あ、ちゃんと部長は情報入ってるわけですね。はい、入ってます、はい、で、そこにも書いてある通りですね、オモババというですね、競馬にちなんだ名前のバンドをやっております。おお、はい、はい、なるほど。何を担当されてるんでしたっけ。ボーカル&ギターですすごいそうシャープな喋りされますね。そうなんですよ、はい、で、ラジオもやってらっしゃるというね。そうです、はい、え、そうなんですよ。あら、ラジオはどこで聴けるんですか。ですね、Spotify、ポッドキャストなど。すごいですね。テロップでありの喋りですね。あんまり喋らない、ね。なるほど、ラジオはどういうラジオやってるんですか。ですね、なんかいろいろ段階を経てるんですけども、はい、まず最初は、有名な馬とか、有名なレースとかをこうだんだん。やってたんですけど、今はもう完全予想ラジオみたいになってて、競馬予想ラジオ、はい、メインレースを、まあ、どう買うかとか、あとこの、ラブ競馬っていうラジオ番組なんですけども、はい、一口話もやってまして、うお、馬なのに、そうなんです。馬が一口話やってるの、どういうことかよく分かんないすごいですね。一応ディープインパクト産駒なんで、それを追っかけたり、はい、あとはちょっと私、ちょっと競馬がすごい好きなもので、うん、いろんなランキングをこう紹介したりですね、そういうコンテンツを。ちょっと相当すごい方なんじゃないですか。そうなんですよ。だから我々は親しみを込めて、今日はチャキさんと。ああ、なるほど。チャキさん。チャキさん。チャキさん、競馬歴何年ですか。私は24年ぐらいです。すごい、まもなく四半世紀。ではですね、ここでちょっとこの春の G1、はい、9番勝負結果をですね、ちょっとそこまで振り返りたいんですけども、はい、水野さんが今ダントツ9点をゲットして独走中。やだ、選手オークス本当に言った通りというか、言われめ、いや本当岡田さんへのね、天国の岡田さんに捧げる勝利、ミルコ騎手ね、インタビュー良かったですよ、うん、いやー、だから本当にだけど、でも、うん、私ダメだったんですよ。ダメだった。いや予想はあれだったんですけどね。だからダービー行きますよ。だけどこれ僕も9点取って3枠1点で、うん、これ1枠もこれ発想除外じゃないですか。これもう誰それ1枠全部ゼロよ。ジャキさんには僕の方に入ってほしいわでこれ僕が3点取っちゃったら、はい、もうちょっとこの企画終了ですよ。あ、もう私の負けが確定するって。もう私逃げ切り勝ち決定する。それは面白くないですね。それは面白くないんですね。いや、まあ、確かにそうだとしては面白くないので、ゲームとしてはちょっとこのまま終わるとあれなんで、例えばですけど今日ダービーね、これ勝った人2倍ポイントですよ。やばい、あのさ、もうスーパーの2倍でじゃないんだから、ポイント2倍いいね。いや、ちょっとさ、どうですか。ただし、水野さんが勝って2倍になるともう全く面白くないのでまあ、1枠と3枠限定でなんで昔の3枠指定みたいになってるんですか。おかしいでしょ。チャキさん、どうですか。いいと思います。あ、いいですね。絶対じゃあいいで、分かりましたよ。じゃあ1枠3枠は2倍ね、うん、でもこれで外したら相当恥ずかしいってことですよね。ねえ、ね、そういうことになりますよ。ではまずですね、はい、皆さんにお伝えしたいデータが一つあります。お、過去10年、うん、ダービーの結果をですね見ました、はい、うん、3着内に入った馬30頭います。30頭のうち、うん、30頭
全部が 2000m 以上のレースを使われてきている。これすごいデータですよ。全走 2000m 以上の経験ありってこと、というか全走が 2000m 以上。あ、だから全走1008、1006は一頭も来てない。なるほど。ああ、そっか。これ衝撃的ですよ。10年、その時点でね、もう今回でいくと6、7頭もうこぼれちゃう。じゃあ NHK マイル組はもう脱落ってこと。毎日杯もダメです。毎日杯もダメ。桜花賞だって1006ですからね。どうなるか分かんないですよ。まあそうだよね。このデータでいくと。おそうですね。そうですよ。おそういうことになりますよ、うん。まずこれ衝撃的なデータの一つをお送りしました。枠はもう圧倒的に1枠1番が、かなり成績がいいです。うん、2勝、2着2回、3着1回というですね、過去10年、もう副勝率 50%。これはかなり、強いデータだと思います。で、あとちょっと面白いのがですね、1番から5番、だからまあ内寄りですね、3分の1より内側、うんうん、ここがね、もう勝ち馬が、すごく出てます。うん、もうここに結構偏ってる。うん、だからこれ結構枠の影響っていうのは大きいんじゃないかなっていうところ、確かに、が一つ。過去10年乗り換わってる馬は勝ってないんです。ほうほうほう。前走が違う騎手乗ったら、そう、うん、副勝率も 6.6%。 おお、そんなことない。それに比べて同じ騎ジョッキーが乗ってると勝率 8.5%、 副勝率 22%、うん、だからまあ3倍ぐらい、こうまあ3着以内に入る。乗り換わりっていうのは大事ですよね、これね。やっぱりね、一回特化されたら馬も面白くないなって、うん、馬の気持ちからするとやっぱりね、はい、いつもの方のね、こう感触が大事なんだと思います。そういうことなんですよ、金ちゃん。結構今回乗り換わり多い、ね、そうなんですよ。半分以上、うん、10頭乗り換わって、うん、いや、そうなんですよ。でこの時点でまたね、だいぶ絞れるという。おお、過去10年、うん、まず1着から3着になってる馬っていうのは下位です。皐月賞、皐月賞、うん、下位、まあそれは上位ですからね、無条件で下位、はい、あとねこれが大事なんですけど、はい、6着以下に敗れている馬、うん、でも過去結構突っ込んできてるんですよ、ダービーで、ダービー巻き返してると、はいはい、これ何かと、条件、前回の YouTube 出演した時を参考に、はい、最後のタイムがいい馬とか。はあ、そういう目線もありますね。おっ、違う。金城さん、渾身の真面目なことだった。怖いね。いや、金城さんが食欲が増したとか、そういうボケ言ってくれるかと思ったら、すげえ真面目に言いました、今。上がりでしょ、上がり。なんか、ちょっと、ごめん、真剣に考えちゃった。ごめん。面白いこと言われ、もう一回。いいんですよ、別に。ボケに停止しなくていいんですよ。そうですか。ごめんね、真面目なこと言って。あ、でも僕も本当に上がりね、最後の足がいい馬っていう、うんうんうん、おっしゃるかと思いましたけど。私分かりました、多分。おお。ちょっと待って、チャキさん来た。多分、ま、前の方にいたとかじゃない。ああ、おお、違います。位置取り4コーナーで5番手以内とか。なるほど。あ、違いますか。そういうで。歌もあるのかけど、部長が…でも僕が考えてるのとちょっと違うんだよ。違うんですよ。なんだろう。これがですね、うん、サツキショーの人気なんですよ。人気、お、要はですね、サツキショーで負けててもその当時人気がある馬、うん、要は1番人気、2番人気、3番人気と、はい、上位の人気の馬は来てるんですよ。ああ、そっか。そう、じゃあ上位人気で敗れていた馬が巻き返すと。だからまあね、力があるだろうと思われてた馬が力を出せなかっただけだと。あ、でもそれは確かにね、納得、うん、多い多い。そう、ワグネリアンとかそうだよね。ワグネリアンはまさしくそう、ね、皐月賞一番人気だったけど7着だった、うん、そっから勝ってる、ダービー、ダービー 4,5 番人気でしたよね。そう、あと例えば去年でいくと3着のベルトライゼンデ、あ、これも皐月賞8着だったけど前人気は4番人気、うん、ということを踏まえて、お、印を出します、はい、それがこちらです、じゃん。もちろん
本命はエフフォーリオ。あ、これ2冠なんだ。これは間違いないですわ。やっぱり枠1枠1番これ見てもう僕は確信しました。これ今エフフォーリア陣営の方は顔を青ざめてると思います。え、ちょっとこのせっかくだってね、ゼロで。ちょっと今、顔合わせ始めてると思いますよ。安心してください。勝ちますよ。エフフォーリアを本命にしようとされた方も、大丈夫だって。ちょっと今、首をかしげてる状況よ。で、まあ、もちろん枠もあるし、あと、もう正真正銘の実績馬、皐月賞も勝って臨んでる、その人気でいうとね、人気もちゃんと持って皐月賞勝ってるから、さっきのデータにも合致します、まあ、全部当てはまりますね。そう、全部当てはまるんですよ。乗り換わりもしてないし、そして東京の経験もあるし、これもでかい、これもでかいです。共同通信杯でね、勝ってる、この共同通信杯はかなりレベル高かったと言われているレースでもありますので、はい、いいか対抗がね、僕のさっき言った皐月賞人気ある馬激走理論の筆頭ですね。いやでもね、ビクティファルス、まあ、あの匂うでしょ。いやすごくわかる。 G1 の池添騎手、ね、去年 の、 そのさっき言ったベルトライゼンでも、その、まあ、まさしく、いやそうそう、パターン一緒ですよね。いやこれねかなり自信がありますね。で今回かなり人気落ちると思われるんですよ。そう、すごい人気下がってますね。ですよね、ですよね。2番手はビクティファルス。分かる分かる。で以下皐月賞を、構想したタイトルホルダー、はい、ステラ・ベローチェ。おでこの辺はね、その人気がないんだけど勝ってるんです。あ、勝ってるというか成績がいいんですよ、うん、まあでもそれは気にせず、まあここはあんなに喋ってたんです。いやいや、1着から3着になってれば買いって言いましたから僕は。ああ、はい、そうかそうか、ね、またクイズダービーのオッズみたいななってますよ。あの筆頭1番手挙げたのはね、あれです、あれバジオ、バジオ、まあ、プリンシパルステークス買って、北馬もね、過去絡んでます。あのアトミックホースでしたっけ。ですね、石橋騎士のね、はい、大激走しましたよね、人気薄で、3着ぐらいになんていうね、いやあるあるある、ところで来るんじゃないかというところ、あと12番のこれはワンダフルタウン、青葉将組も勝ってくるとね、成績、収めてる馬も過去います、で4番のレッドジェネシス、これも京都新聞杯を買ってということで、あのもうねその過去30頭のうちで前走を見るともうそれぐらいしかいないんですよ。皐月賞組か京都新聞杯勝ってるか2着、青葉賞1着2着、プリンシパル1着、これしかいないんです。今年京都新聞杯中京ちょっと違うコースでね、はい、それは大丈夫です。大丈夫です。里野レイナスはちょっと僕は怖いの、いない、え、佐藤レイナ、ここにカッコ好きをあのちっちゃく書いておきました。せこいな。いやでもね、これは結構思い切った決断だと思いますよ。まあ佐藤レイナスの主者は今回のダービー、本当にポイントですよね。だからじゃあそれで回目、最終的な回目はこちらです。はい。基本的なちょっと待って、パズドラじゃないじゃん。なにいっぱい、おたまじゃくしじゃない。ないですかこれ。いやいや、三連複フォーメーションです。もうあの一等軸ね、これあのビンゴゲームの当たり目じゃないですかこれ。エフフォーリアから、うん、で、対抗黒三角星印を2列目にして、あと上げた馬を3列目に、入れる。ちゃんと一応里のレイナスも怖いので3列目に、3列目に一応入れましたが、はい、僕の理論では来て困ると困るということになっております。で、あと、馬タンでちょっとね、ああ、まあそれはミソですよね。これが来たら面白いなという感じですね。いやいやいや、なるほど。なんか、なあのえっ、ー、と思いましたよ今回に関しては。いやー、だと思いますよ、これは自信がありますね。なんかルメール騎士のインタビューみたいな自信がありますみたいな自信があります。いや、この間もサトノレイナスにも言ってたと思いますし、はい、新境地ですね。ルメールのモノマネ新境地じゃないですか。そうですか。ルメール騎士どうして、サトノレイナスは、自信があります彼女は勝つと思います。おこんな感じです、ね、いやね、デムーロだとどうなんですか。ちょっと待って、ないのかデムーロか。もう勢いでもやってほしかったですけど ね。じゃあ分かりました、はい、はい、久しぶりに、お絵描き実況予想いきたいと思います。やった、ダービー記念です。ちょっと嬉しい。さあ
7000頭余りの頂点を競います日本ダービー第88回体制完了スタートしました。さあ正面スタンド前、おっとやはり行った、外から17番のバスラッテランが行きました、うん、さあその方から一気にスーッと行きました。内の方からエフフォーリア、タイトルホルダーバジオ、レッドジェネシスは後方から最後方です。となりますと向こう正面 1000m 通過タイムがじゃん59秒8、バスラットレオのペース、まあ早すぎず遅すぎずというね、よどみのないペースになりました。さあこうなるとここ最近のダービーだと、前が残る直線コース、内の方からまだ粘っているのはバスラットレオン、そしてタイトルホルダーエフフォーリアが伸びてきた。エフフォーリア追い込み勢はちょっとこれじゃ苦しいということで、勝ったのはエフフォーリア、先頭の座は譲らない、2冠達成ゴール。そして2番手争いはタイトルホルダーにバジオ、バスラットレオンも粘ったかということで、今年のダービーは結局前が残るんじゃないかというところで、エフフォーリア本命、タイトルホルダー対抗にこういったバスラットレオンバジオで、ほうエフフォーリア2冠じゃないかということで思い切っていきました。で、買い目はこちらです。はい、はい、パターン A ということで、3連単、まず1着ね、エフフォーリアつけまして、はい、2、3着に、6、14、17と、うん、3連服もエフフォーリア軸に6、14、17流します、うん、でさらに馬連ワイドをエフフォーリアを軸に6、14、17それぞれ100円ずつ流し合計1500円と、これがパターン A です。なんか随分淡々としていますね。さあ、はい、まだあります。続いてパターン B の実況です。2つ目、そこがパターンは買い目じゃなくて、さあスタートしました。外からバスラットルームいきます。おっと内から横山典弘騎手のレッドジェネシスが絡んでいったぞ。レッドジェネシスが絡んでいったということは、ペースが速くなってしまって 1000m 57秒8、これは速いぞ。2年前息子の武志がリオンリオンで刻んだラップと同じで、バスラットルームが逃げてレッドジェネシスが2番手、こうなるともう前がきつくなってくる。そして最後は外が伸びてサトノレイラスだ。サトノレイラス、時代は牝馬、ダービーの座はジョーダゴリン、牝馬の里のレイナスがもう一回来のダービー制覇。2、3着争いはスラベローチェ、グラティアス、さらにはエフフォーリアなどということで、 B パターンこちらです。はい、超ハイペースになってしまったらということで、里のレイナスの追い込みが決まって勝つんじゃないかと、うん、でスラベローチェも追い込んでハーツサンクのグラティアス、でもペースがどんなに上がろうがエフフォーリアはまあ来るんじゃないかというところで、うんうん、パターン B はこちらです。はい、ありそんな、サトロレイナスを頭にして、この印でね、2、3着で、サトロレイナスの生まれ1711を相手、うん、そして頑張れサトロレイナスということで、まあ応援馬券の意味を込めて残りのお金300円ずつ、うん、これで合計3000円でございます。そう、金城さんね、はい、横山騎手ってもうベテランのね、50歳代のご家族のお父さんですね。そうそうそう、よくお勉強していただいて、そうで、はい、今回息子の武騎手がもうエフフォーリアでね、はい、もうダービー制覇を狙うんですが、はい、この親子対決どうかというのがあります。で、この横山騎手はとにかくね、そのトリッキーな乗り方するときあるんですよ。で、去年もマイラプソディっていうのが乗ってて、急に向こう正面からグーってまくって一気にペースを変えたと、ということもやれば、もう後ろからもうポツンと最後方から行って、うん、最後の直線だけ勝負かけるとか、うん、で一気に前から勝負するとか、とにかくその時になってみないと分かんない、奇抜なことを。そうなんですね。なのでパターンが2つ必要なんですよ。そのこと、なるほど。ノリさん用ってことだね、もうこれ。そうなんです。ノリさん次第。いや、本当にそう思います。あ、で、まあ、多少ペースが速くなろうが、今のダービーって本当に前の方にいないと、あの、後ろから行ったら届かないっていうのが続いてるんです、うん、だから多少速くなろうが59秒ぐらいだったら前残ると思います、はい、ただ、さすがに57秒ぐらいまで行くと後ろなんじゃないかなと、なるほど、いうところで2パターンだから。でも金ちゃんね、はい、やっぱりこう他は全部ボバ男ですよ、はい、そこに女の子が挑むってことは、うん、それだけ力がないと、そうですよね、いけないでしょ。男子のサッカーチームに女子1人行けって言われたらもう無理ってなりますもんね。そうだけど、行く勇気がある時点でもう賞賛ありだと思うんですよ、陣営は、うん、で、なんて言ったってクリストフ・ルメール騎手、まあそうね、向かう乗るってことは
勝つからですよ。自信があります。でしょ。ああ来た、ルメルさん言ったじゃないですか。自信がありますね。で枠も帰って外の方で、僕はペースが速くなった時にさばきやすくなっていいんじゃないかなと思って、僕はこの2パターン、だからね、注目はスタート直後の横山典弘騎士の位置取り、なるほど、 1000m の通過タイム、この辺ですね。面白い、はい、面白い。ではじゃあまず金さんからいこうか。金さん、なんで遠山さんになっちゃったんすか。金さんと金ちゃんが混ざって、金さん、確かにね、もうちょっと部長の疲労が見え始めた時のじゃあ、はい、金ちゃん、金ちゃん、はい、ちょっと短く終わるのでご安心ください。いや、いいですよ、全然気にせずたっぷり喋ってください、うん、はい、じゃあ私、初心者なんですけどちょっとだけ勉強してきまして、おお、以前 YouTube で上げていた、競馬新聞記者の村本さんの回、競馬ライターの村本浩平さん、はい、のビギナー講座をちゃんと見まして、お、何が大事かを学びました。実際に競馬場でも同じようにね、はい、アドバイスされてる方の動画をじゃあ見たと、はい、そうなんです。そこで何を学んできたか、はい、これを教えてください。まずドドンとその予想した馬の名前から最初いきましょうか。はい、いきます、こちら、じゃん、里のレイナス、エフフォーリア、うん、タイトルホルダーとなっています。しっかりしてますよ。なんか人気ところをしっかり押さえて、おお、やったー。で、まず里のレイナスは、もうね、これ村本さん言ってました、外国人騎士は間違いないと。そうそうそう、言ってた言ってた。あと、あ、オッケーさんもオッケーだった。はいはい。で、しかも、うん、その競馬新聞を見ても、うん、いい評価がついてる、二重丸とか、うん、そうね、サドレーズは三角か、三角丸とかもついてて、うん、まあ、まず外国人騎手だからとりあえず入れました、うん、続いてエフフォーリア、はい、こちらもその前回 YouTube 出させてもらった時にその横山ご家族がすごいということを聞き、うん、そして、まあ、これも競馬新聞のその評価もいいと、うん、印もねついてるよ、印もいい、人気であると、うん、ということで横山騎士のエフフォーリアも入れました、うん、そして最後、なんかハートついてる、ハートバックですよ。私このタイトルホルダーが本命です。あ、そうなの、はい、上から本命対抗じゃなくて、あ、違う違う、私はこの3番目のタイトルホルダーが、さすが常識を覆いそうなトリッキーなこと、いやー来ましたね、本命なんタイトルホルダー、おう、そう、まあ、あの、まあ、競馬新聞でも三角のマークついてますけど、うん、私はあの YouTube でですね、はい、ホースマンたちの密着 VTR を見たんです。ちょっとすごい勉強、かなり予習してきて、タイトルホルダー、タイトルホルダー、はい、その VTR を見たときに、うん、タイトルホルダーは日高の出身のものである。そう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 、で、あ、まあ、それだけなんですけど、うん、でもその熱い VTR を見て、うん、やっぱり地元の馬勝ったらロマンがあるじゃないですか、はい、ということで3つ目にタイトルホルダーを入れてます、うん、わー、20を切れました。これ本当に素敵なあれで、はい、あの、ほとんど今回ノーザンファームっていうところの生産場がほとんどなんですけど、うん、大きな農場が、あ、はいはい、農場で、ね、牧場が、ね、急に農場って農家さん見たくなっちゃったんですよ。間違った、じゃがいもとか作ってないです、ノーザンファームは。ごめんなさい、人参も作ってません、ノーザンファームは、すいません。牧場ね、牧場がね、ありますけど、はい、あの、ね、西尾牧場は、うん、そうなんです ね、 そうね、そのノーザンファームと比べては割と小規模だ、はいはい、だけどダービーってそういう小規模の牧場の馬が結構来るんですよ、うん、上位に。ロジャーバローズもそうですね。そうです、そうです、あの、おととしね、勝ったロジャーバローズも そうでした。だからそういうゆかりがあるのかな、育んだ血統の思いが結構つながるっていうのはあるので、うん、いいですよ。 OK です。さあさあ、お待たせしました、来ましたよ、注目の、どんな予想をこう振り切ってくださるのか、チャキさんお願いします。お願いします。本当に聞いてた通りすごい長かったんで汗だくです。してますよ。お待たせしました。そうですよね、金城さんとちょっと似てるんですけど、本命、私、里のレイナス。おぉ、で、対抗エフフォーリア。はい。その後、レッドジェネシス。シャフリアール、両方レイク。で、最初タイトルホルダーだったんですけど、枠順見て、ちょっと外入っちゃったんで、ステラベルーチに変
消したんですね。ところで。なるほど。で今回の私の予想の軸は、まあ、先ほどね水野さん言ってらっしゃったように、エフフォーリアとサトノレアンスどっちを信用できるかみたいな。うん、でサトノレアンスは牝馬なんで、うん、これ牝馬じゃなければもうほぼ完璧で一番人気になってると思うんですけど、やっぱ牝馬だから今。ちょっとエフフォーリアにね、うん、人気を譲ってると思うんですけど、私はこの横山武史ジョッキーのまだこのジョッキー人生のね、まあ、これからあると思うんで、うん、まだちょっと勉強中じゃないかっていう思って、馬の能力まだ 100% 出せないんじゃないかっていうところに書きようと思います。で今まで多分ほぼ完璧に乗ってきたんですけど、こう1枠1番に入っちゃったことによって、まあ、多分こう先輩ジョッキーたちのこの圧がすごいと思うんですよね。で、その他の相手は私結構ベテランのジョッキーを買ったんですけど、本当やっぱ竹豊ジョッキーも、まあ、横乗りジョッキーも、まあ、福永祐一ジョッキーもやっぱダービー勝つのにすごい苦労して、ね、やっとのこと勝てるようになった G1 なので、うん、まだまだちょっと横山武史が早いというふうに私は判断して、うん、まず佐藤レアンスのルメールジョッキー、うん、まあけどエフリは多分能力的にはね5番で一番高いと思うんで、うん、2番手あとはやっぱ横山のりさんのレッドテネシスは、これベガはベガでもじゃないんですけど、横山たけしかと思ったらのりさんかなっていうのをちょっと期待できるかなってところで、うん、あと相手なんですけど、基本的にディープインパクトの3区の母がアメリカ血統の、うん、馬を選びました。なるほど、うん、いいですね。サドレーナス来るんだったらもうスピード勝負決着になるんで、それについてこれる決闘を持っているディープサンクが相手かなというふうに思ってこういう流れにしました。いやさすが37歳ボバだわ、ね、あれですよ。ね、これやっぱりなんか経験がね、やっぱり物を言う。なかなかやっぱそう簡単に勝たせないじゃないですかね、先輩ジョッキーも。勝つとね、あの田島義康さんの記録を抜いて史上最年少の、あ、最年少なんですか。そうです、光る今井ですよ、史上光る今井です。そうの田島義康さんを抜く史上最年少のダービージョッキー、武豊さんより早い。武さんはかかった方ですよ。あ、まあ、かかった方って言っても、まあ、武豊さんにしてはですよね。そうですよね、うん、もちろんと若い時取ったけど、お父さんの横山紀弘さんも、ね、メジューライアンでね、そう、そうクラシック挑んだんですけど、やっぱ勝てなかったっていう歴史があるから。でもね、チャキさんおっしゃった通り、うん、僕ね逆に1枠1番って僕も本当プレッシャーだと思う、うん、だって最高でしょ。最高、これ以上ないっていう。そうですね、全て整ってますから、ね、だからそれがかえって勝って当然ぐらいに、ね、うん、なるから、うん、かえって難しい感じはあるかもしれない。あとレイナスが内枠だったら僕消そうと思ってたんですよね。あ、一緒です、僕も、うん、外枠だから結構すんなりルメールジョッキーいけるけど、やっぱ女の子がね、うん、この屈強な男どもに内枠でね挟まれたら、やっぱ能力出し切れないかなと思って、うん、外枠でよかったなと思いました。はい、すごく一緒です、外枠で、はい、私、先コンドルパサーと近所アナム混合馬券ということで、はい、合成馬券です、うん、馬連の、タイトルホルダーがねハートマークだったんで、はい、馬連タイトルだからエフフォーリアと佐藤森です、うん、一応保険もかけてワイドにもワイドも流しています。同じ組み合わせ、はい、あとタイトルホルダーハートなんで単勝、かなり近所穴を尊重してくださった。いいんですか。あと3連複ホルダーのねタイトルホルダーエフフォーリア、あと佐藤レイナスを軸に、あと私の挙げた馬たちをこう拾っていくような形で計3000円、いかがでしょうか。いやーすごい、なんかすごくこうね、しっかりとした、そこも尊重しね、優しい、うん、だって最終的にね、チャキさんはタイトルホルダーを消したのに、そうなんですよ、消したのにほぼ半分以上こうタイトルホルダーが占めてるという。でもこれって面白くて、なんか自分だけの予想でめったにパーフェクトに当たらないんですけど、やっぱ人の予想と合わせたら自分が買わない馬を予想してくれるんで、当たる方が結構あるんですよ。おお、私のね、そのオモババのね、そのラブ系マテラジオのもう一人の MC と馬券予想してるんですけど、フグラリーの10万馬券を当てたんですよ、それで。とあ、あ、なのかな、エアスピネルと、もう一つなんですね、ワンダリルとかした時も、僕は片方を消してて、相手も片方を消してて、ただそれが噛み合って10万馬券になった。へぇー。
バケニックスみたいな感じですね。バケニックスは意外といいですよ。あらあら、ちょっとスペシャルな、ダービー特別号ということでお送りしましたけども、はい、まあ結構どうですかね、かバラバラな感じもあるけど、なんかみんないいところを抑えてる感じもあって、どうなるか分かりませんけど、まあなんか誰かは当たりそう、うん、うん、だしなんか誰かの夢がね、そうですね、うん、来てほしいしね、当たる当たんないじゃないような気もしてきましたね、なんかこうね、ダービーっていうことで ね、いや本当だ、いろいろ話を聞いてると楽しみましょう、はい、はい、年に1回の祭典ですから、そうだ、はい、はい、みんなで楽しみたいと思います。では最後はこちらでお願いします。はい、北海道の競馬をもっと熱く楽しくHBC 競馬部分でした。ダービー楽しみましょう。チョキさんありがとうございました。ありがとうございました。